こんにちは。株 FX の投資経済ニュース&裏情報のコーナーです。はい、今回はですね、いい話ですか。いよいよ10月31日迫った。あ、ほんまやね。ブレグジットな。ブレグジット、イギリスの EU 離脱がですね、実は世界経済を崩壊させる超巨大爆弾の一つになるかもしれないという2つの超裏話の最後の一つをついにお届けします。おお、なるほどなるほど。そしてこちらがですね、超絶にヤバい話の大本命です。大本命なの。はい。あ、今までのは前座やった。前座です。まあ、ロンドンシティが実は世界を牛耳ってるとか、うん、あんなんもう全然どうでもいい。どうでもいい。もう今回の話はですね、6K円はいはい、のデリバティブ問題に直に関わる話です。あ、そうです。というわけでですね、おそらく神尾 TV でお届けしてきた中で一番やばい話かもしれない。一番深刻な話ですね。そしてこれちょっと動画にしていいかわからないんで、もしかしたらそんなに長くは公開されてないかもしれないです。あ、そうですね。なので早めに見てください。あ、なるほど。なのでね、レバレッジローンとか CLO ね、あとドイツ銀行問題、レポ金利の急上昇などなど、超巨大爆弾の爆発前いつも導火線まで少しとずっと打ち続けてますけども、うん、このブレグジットはですね、一応10月31日と確実にもう導火線の長さ決まってますので。そうですね。まあ、むしろね、さらなる延長、期限延長は全然ありえますけども、まあ、一応10月31日というのは、ジョンソン首相もずっと言ってますから、ちょっともう導火線の長さが決まってるし、もうすぐということで、お届けしていきたいと思います。はい、そしてですね、この、まあ、残念というか、なんというか、これはですね、日本のテレビとかメディアでは全く報道されてないんですけども、はい、ブレグジットには超巨大なリスクが2つある。まあ、1つが前回言ったロンドンシティの話です。そして1つ、もう1つが今回お話しする、6K円のデリバティブです。はあ、の話です。もう単位を間違うくらい。単位間違いますね。奥があって、超があって、K ですからね。わけがわからない。七星さんの下は何倍ですか？何倍とか。何倍とか。なので、その今回ご紹介するお話がですね、もし失敗したらですね、うん、この 6K 円のデリバティブ問題のパンドラの箱がついに開き、はい、ドイツ銀行も CDS も CLO ももう何もかもが一致で吹き飛ぶので、ほう、もう世界の終わりが始まります。では、いよいよですね、その大本命の超絶にやばい話をしたいと思うんですけど、はい、まずはね、その前にですね、チャンネル登録のお願いいたします。お願いします。してからできます。このように、神尾 TV は最近ちょっと攻めに攻めてね、ギリギリのラインを攻めて、いろんな裏話していこうと思ってますので、うん、ぜひ見逃さないためにチャンネル登録しておいてください。そうですね。では実はですね、このブレグジットの本当に超絶にやばい話というか、超怖い話はですね、うん、これ合意なき離脱になると 6K円とも言われているデリバティブ市場が大混乱に陥って崩壊するかもしれないという一点に究極的には絞られます。うん、だからアイルランド問題とか関税問題とか、まあ、もちろんそれも大問題ですけども、はい、ロンドンシティどうするのか大問題ですけども、もっともっと究極的に言うと、このデリバティブ問題一点に集中絞っていいということですね。なるほどね。で、このコーナーでもずっとお伝えしているドイツ銀行をはじめとした CDS とかね、うん、あとレバレッジローンから組まれた CLO とか、うん、などなどその配慮債とか全ての親玉がこうデリバティブなんですね。デリバティブなんだ。言うてもまあ、デリバティブ金融派生商品、日本語訳した金融派生商品ですけども、まあ、CDS とか CLO もデリバティブですからね、うんうんうん、その親玉がやばいってことです。まあ、もっと一階層上のくくりってことでね。もう一階層、そう、一番上のくくりですね、うんうんうん、金融でいう一番上のくくりのやつが今やばいってことです、はい、で、このね、デリバティブ市場がどの程度の規模なのかっていうのは本当のところはですね、世界中の誰一人分かってないと言われてます。分かってないんだ。6K円っていうのも分かってないんだ。そう、一説によるとデリバティブは6兆ドル、うん、つまりだから、まあ、正確に言うと6K6000兆円あると言われております。もう訳わからん。いや、ただその6000兆円増えたところで変われへんじゃん。まあ、デリバティブなんでね、勝手につくっていうわけですから、うんうん、許可いらなく作れるんで、金融商品なんでね、うん、あくまで、うんうんうん、なので各銀行とか投資銀行が勝手にやってるから、合計は誰も計算してないわけですよね。監督官庁がないんで、うん、なので本のところわからないですけど、一応いろんなところの話によると600兆ドルね、うん、だからまあ1ドル110円としたら 6K6000兆円と言われております。で、その中の全デリバティブ6、まあ、分かりやすく 6K 円と言っておきますけど、 6K 円の全デリバティブの約 80% が債券なんですよ。
債券なのね。つまりほとんどは債券デリバティブってことです。う株のデリバティブなんかほとんどないってことです。ああそうなんや、はい、だからこのコーナーでもずっと言ってるように株式市場より債券市場の方がはるかに大きいし、はい、超絶なリスクがあるという最大の理由はここにあります。だから債券デリバティブが世界最大の超巨大爆弾、一番お金集まってるのは債券デリバティブってことですからね。だからさっき言ったように、6兆6000億円の、まあ、約8割としたら、債券デリバティブはざっと計算したら5兆2800兆円の規模になると。ほぼ。まあな、うんね。ほぼだから債券ってこと。何債券のデリバティブってどんいう商品なの？もう デリバティブっていうのはですね、もうノーベル賞を取るような人たちが作った計算式に基づいてるんで、うん、分からなくていいです。あそうですか、ね、すごい難しい計算に基づいて絶対儲かると言われてる商品です、ね、どこで買えるん？債券のデリバティブクーダー債券ってどこで言ったらいいん？まあ声優とか売ってんじゃん。声優に売ってんの？ちょっと行ってみよう。もうそういう超お金持ちたち、超プロ中のプロのヘッジファンドたちとかしか買えない。なるほど。が売り出してる超プロたちが買ってるだけ。だから僕たち一般人に分からないところで、もういつの間にかもうお上のお上のお上の辺でやり取りされてるからね。もうそれが勝手に膨らんで 6K になってるってことです。それ大問題になってるんですよね。はい、でちなみに現在2019年のデリバティブ市場っていうのは、リーマンショック直前、まあ、約11年前と比べて約10倍以上に広がっていると言われています。ね、はい。その11年前よりもさらにもっとね、わけのわからない商品だらけなんで、金融商品だらけなんで、万が一の時はですね、規模的には10倍とは言いますけども、実際10倍のレベルで進む話じゃないということですね。もう100倍とか、リーマンショックの100倍規模になるんじゃないかって言われてます。デリバティブは全部吹っ飛んだ時ね。リーマンショックの100倍言われても全然想像がつかない。だから世界が終わるということですよ。まあ言うたら少なくても僕たちは体験したことないですよね。あ、まあ、人類が体験したことないです。金融市場のクラッシュということですか？金融の長い歴史の中一度も起こったことがない規模、最大規模の何十倍ということですかね、が待ってるということですね。まあ、ちなみにこの10倍になったのはオバマ大統領のせいですね。今後もずっと言ってますけどね。どないしてくれんの？もっと言うとロックフェラー家の兄弟喧嘩のせいですけど。ああどん。まあそこはまあいいとしてよくはないです。その辺はまたね、どっかのここで詳しくお話しようと思います。オバマさん別にな、自分で何か決めてたわけじゃないもん、ね、オバマさん選挙の時はね、イエスウィーキャン言うて、言うてデリバティブは確かなんと、閉鎖する言うて、デリバティブを騎兵しまくると言って当選して、うん、蓋開けてみたらデリバティブ OK 言うて、うん、市場規模は10倍に広がったけど、まあ、でも言わされただけ、言わされただけ、言わされただけ、しょうがない、しょうがない子は責任はあるけど、大統領を動かす勢力がいるということですね。そうやな。で話を戻しまして、うん、でこの6系のデリバティブ、まあ、デリバティブの話だけにとどまってますけど、じゃあ6系のデリバティブ市場がですね、はい、どうなってるかというと、その6系のデリバティブ市場の中で EU 全体、うん、まあ、これ世界6系ね、で EU 全体のデリバティブを取り扱っているというか、生産期間、デリバティブやり取りの最終生産期間となっているのがですね、実はイギリスのロンドン証券取引所グループ、うん、これ LSE っていうんですけど、このロンドン証券取引所グループの中の LCH クリアネットっていう企業なんです。っていうかですね、ここでやってるんです。っていうかもっと言うとここしかやってないんです。やってないんだ。そのシェアは圧倒的というか、ほぼ独占状態なんですね。 100% に近いとも言えます、うん、でまあまあ、いろんなデリバティブはあるんですけど、例えば固定金利と変動金利のその金利スワップの差の額数生産とかでいうと、世界シェアはもう9割この LCH クリアネットが持ってます。であとちょっと古いデータになるんですけど、2017年のスワップ取引は、生産額は874兆ドル、うん、約10兆円、うん、この1社でやってるんですよ。へー、1年で10兆円ですよ。まあ言ったら取引高みたいなイメージ。そうそう、生産なんでね、うん、そういうことです。この1社だけで10件扱って逃げつないな、意味がわからない、うん、なのでね、このデリバティブとかそういう指数とかの生産が実はめっちゃ儲かるんですよね。だからみんなやりたいんですけど、ほぼこの LCH クリアネットってところは独占していると、うん、でこれ国際決済銀行 BIS の統計によると、うん、イギリスはですね、この LCH クリアネットを通して、うん、ユーロ建ての金利デリバティブ取引の4分の3を独占しているということも分かってます。ユーロ建ての金利デリバティブの4分の3を。4分の3を。もうだからここがほぼ EU の中で圧倒的。世界で見てもほとんどここで行われているってことですね。っていうか、それが
ブレグジットしたら ES になるってことやな。そういうことです。ほう。でもうちょっと詳しく言うと、毎日ですね、1兆ドルの各種デリバティブがこの会社を通して生産されています。1兆ドルってことは110兆円、うん、1日で110兆円ですからね。さばいてんねん。さばいてるんです。すごいね、うん。でブレグジットのね、本当に本当に超絶にやばい話というか超怖い話はですね、この合意なき離脱でイギリスが EU を離脱してしまうと、 EU の金融機関はこの今まで使っていたデリバティブの生産機関、この LCH クリアネットが使えなくなる可能性があるっていうことなんですよ、うん。まあそうやね、うん。というのもですね、今まではイギリスも EU の一員だったんで、金融に関しては EU の法律で動いてました、うんうん。でもブレグジットで EU から離脱したら、当然 EU の法律は適用されなくなって、つまり EU の金融規制から外れますから、うん、イコールイギリスの独自ルールで動くことになるんで、そのね、EU の法体系から切り離された場合ですね、今までの既存の契約はどうなるのか、どう扱うのかっていうのは実は全く決まってないんですよ。何一つね。だから今まで EU がやったからこういう規則でやりましょうっていう契約はあったんですけど、イギリスが EU から離脱します、うんうんうん、合意なき離脱ってことはそういう条件を全く決めないで離脱するわけですから、うん、その時にこの今まであった既存の契約は有効なのかどうかさえ何一つ決まってないってことです、うん。なので EU がの金融規制から外れた時に、今までその他イギリス以外の EU の各金融機関がこの LCH クリアネットを使えるかどうかがわからないってことです。なるほど、うん。最悪のシナリオどうなの？っていうところに入っていく前にもうちょっと詳しくいきたいんですけど、はいはいはい、まずね、だから貿易とかね、うん、関税とか関税をどうするのかとか、この人々の行き来、パスポートをどうするのかとか、はいはいはい、そういう表面的な条件でさえイギリスと EU の間で全くその中身とか具体的な条件決まってないですよね。 そうですね。そこで揉めてるわけですよね。揉めてます。その合意もなされてないのに、表の面でさえ合意なされてないのに、もっと繊細なというか、もっとそれぞれの利益にダイレクトに関係する、うんうん、つまりもうお互いの利害に直結するこのような金融面の合意など結ばれるわけがないということです。だって関税どうするか、人々の行き来はどうするかだけで揉めてんのに、漁業権をどうするか、どっちが漁業線引き、どっからどこまで漁業をしていいかさえ決まってないのに、うん、こんな繊細でお互い利益に直結、その条約次第でもう何兆円って変わってくる金融の条件なんて結べないですよね、当然。そうですね。なのでやばいってことですね。で実際にですね、イギリスの中央銀行であるイングランド銀行はですね、 LCH クリアネットが取り扱う EU のデリバティブ残高は想定元本ベースで69兆ポンド、うん、約1計300兆円に上ると発表しています。ほう。ここだけでね、うん、一社で1計300兆円のデリバティブを扱っているんです、うん。あのな、数字を聞くだけでボーっとしてるどういうことってなるな、人間って、うんうん。もう単位が上すぎてね、上すぎて奥でなんとかついていけますけど、そうそう、その超K ですからね、想像ができる何K とか普段言わないですからね、言わないそういうことですね、うん。京都の京って学校です ね、 ね、はい。でこのブレグジットがですね、その条件とか何も決めずにやるその合意なき離脱になった場合、うん、最大で41兆ポンド、うん、約6000兆円のデリバティブが不安定な状態に置かれるとイングランド銀行は警告してます。なるほど。チューブラリンというか、その手数料どうするのとかいろんなことが決まらん、そういうことです。で決済がままならんことになるわけやね、というのを中央銀行が言ってるんですね。でイングランド銀行はですね、そういう時になったらもうリスク回避するためにイギリスの全銀行に、もしその合意なき離脱した瞬間から6時間ごとに報告しなさい、うん、と命令を出します。6時間、うん、すごいでしょすごい、ね、だからそれぐらい危機なんですよ。あ、その報告まとめるのに3時間ぐらいかかっちゃうよ6時間ごとにバランスシートの状況をちゃんと言うようにと求めてます。大変やがな。だから中央銀行がそんな警告を出すぐらい超やばいってことです。うまいね、はい、調べに来いお前がってめっちゃ束縛する彼氏みたいな6時間ごとに連絡どころか連絡どころよって写真撮って送ってもらうそういうことです。今まであんなに束縛しなかった彼が急に束縛しだしたっていうぐらい大変なことになっているということですね。大変やな、はい、うん。でもしね、皆さんがおっしゃったように万が一最悪の事態になった場合ですね、はい、つまり LCH クリアネットが今まで通り使えなくなった場合、うんうんうん、これデリバティブを閉じるしかなくなって、ほう、その場合一斉に
もうその閉じる動きが起こります。閉じるって何？つまり LCH クリアネットを使えるうちに一斉に生産しようってことですね。お前だってどうなるか分からないから、ね、ブレグジットの前に殺到するかもしれない、うん、そういうことです。でデリバティブは現物じゃなくて信用なんでね、うん、当然現物でお金動かすわけじゃなくて信用、あくまで信用に成り立っているものなんで、一旦信用が失われると今まで膨らんできたリーマンショックの10倍以上膨らんできたこのっていうかもう膨張しすぎた信用が一気にしぼんでっていうかもうそのエネルギーの分だけ大爆発するイメージですね。なるほど。ただでも実際の姿に戻るだけではないの？もうだから LCH クリアネットだけでも1件近い1件以上の分が現物がほんのちょっとので何千百倍ってデバイスが出てるわけですから、うんうんうん、ないでしょ。何千倍なんだ。何千倍と何万倍ですからね。ダメだな。デリバティブっていうのは、うん、なんでそんな変なその中村君のギャグをやってきた。分かる人ほとんどおらへん。誰もおらへん。ダメだな。しかもすごい歯切れ悪く申し訳ないです。まあだからですね、もう今言ったように何万倍ってレバーが変わってるんで元はないんです、うん、ほとんどお金ないんですよ。というかお金なくても作れるもんですからね。だからないけど今1軒あると言っているわけですから、うん、どうするのってことですよね。でみんなが売り殺到したら値がつかないぐらい大暴落すると、うん、いうことになっていくんで、それは LCH の1、まあ、約1軒300兆円だけにとどまらず当然世界規模の 6軒6000兆円ともやれる全デリバティブに波及していくっていうことになりますよね。あでもそもそもさ現金化されたらもうやばいもんないんだ、そのデリバティブたちが。あ一斉に現金化できないです。そのお金に存在しない。リアルに存在するお金の何百倍っていうお金がデリバティブ作られてるわけですからね。うん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 、それをこうちょっとずつちょっとずつ生産していってさらにデリバティブを買うから持ってるだけです。一気に生産はできないです。偽物の経済なんだね。というか僕たちが銀行に預けてるお金の何倍も市中に出回ってるのと一緒です。あ、ほんまやね、はい、信用経済ですからね。ね、信用ってなんだろうね。みんながあるという幻想です。幻想だ。幻想経済なんだね。だから銀行というのはお金預けられたお金の何百倍というお金、まあ、今は規制されてれば10、うん、数倍になってますけど昔は何千倍で出せましたから、それで市場規模拡大し、うん、さらにもっと美味しいデリバティブっていう商品に目をつける人たちがさらに何倍、うん、何万倍にもしたので、その一番上のところは今やばいってことですね。なるほど。あこれさ話ちょっと外れんねんけど、うん、なんでそんなに手くれる技を持たされてる銀行っていうのが、うん、いっぱい地方銀行潰れかけてるやん。あ、はいはいはい、手くったらええのにってならへん。手くったってどういうこと？その信用でさ預金でさちょっと預けてもらってブワーン増やせるわけやん。そんな地方銀行のデリバティブ誰買うって話ですよね。ああそういうことか、うん、信用ですか、信用のところしか買えないでしょ。潰れそうな銀行のデリバティブ買っても大損しそうじゃないですか、うん、ってことですよね。そういった世界貴族の息のかかっている、うんうん、まあでっかいとこね、天竜人の息のかかっているところは買いたいですよね。まあ潰れへんからね。というか天竜人の息のかかっている銀行以外出せないですよね。なるほどな。ということですよね。だから地銀とかも全部やばなっていく、まあ、そういうゲームやんな。ほんならそうそう、だからもっと言うとこれは天竜、ワンピースで言うと天竜人たちの遊びです。あ天竜人たちがね下地もみんを食っていくゲーム。天竜人内でお金が回っているわけです。あそういうことですね。このチャンネルちょっと暗くなっていくな。そしてですね、でもまあ現実見てね、現実ですからね、現実見てどう対策していけるかっていうのがこのチャンネルの、あそういうことですよ、あの見てみんな考えていこうっていうことですよ、はい、うん、そしてそれが一番お金稼げる時期にも入ります、ね、あそう、ね、個人としてはね。そうですよ。そしてですね、さらに残念なお知らせですけども、残念ですか、はい、この膨らみ膨らんだデリバティブ、その債券デリバティブですね、うん、まあ、ほとんど債券デリバティブってゆうちゃんも言ってましたけど、すごいお金って言ってましたけど、うん、もう債券デリバティブをですね一番持ってるのがみんな大好き我らがドイツ銀行でございます。あその残高は5500兆円と言われています。一社でね、あ兆円ね、うん、まだ K じゃなかったね。でも5計 何兆円分の5000兆円ですから、ほとんどドイツ銀行です。5000兆円ね、なんと全世界の 10% です。おがドイツ銀行一社で持ってる、一社で持ってると、うん、あの株価大暴落中の、そうそうそう、絶賛暴落中のドイツ銀行、みんな大好き、神尾 TV 見てる人みんな大好き、ドイツ銀行がほとんど持ってるってことです ね。ドイツ銀行って書いたら今チャンネル回るよ。そしてですね、EU 全体のデリバティブの混乱が起こるとですね、真っ先にだからドイツ銀行は吹っ飛びますから、う
まさにドイツ銀行 LSCH クリネットで使ってるわけですからね、ドイツ銀行吹っ飛んで CDS 連鎖で世界中全世界の金融機関を吹っ飛んでいくと、一瞬で終わっていくということですね。このコーナーでもずっと言ってる流れが起こると。でもそれをさ、イギリスの、まあ、言ったら偉い人たちも、そうなってほしいわけではないと、いうふうに、どうなんかな、分からんけど、そうなってほしいわけではないと、不本意であると、なかなか難しいところですけど、まあ一部はそう思ってますね。一部はそらそう思ってます。ただ前回言ったようにロンドンシティやから、俺らロンドンシティが妥協するわけないやんという立場です。じゃあでも EU の偉い人たちも、そりゃロンドンシティさんはそりゃそうですよねって言って、あとでちょっと言いますけど、じゃあもうええわ、俺らが生産機関を作るわっていう動きもあります。そっちの方がね、健全だね。でもちょっと問題があるって話は後でしたいんですけどもですね、話戻しまして、その11年前にねリーマンショックの名前の元になった、まあ、リーマンブラザーズが破綻したからリーマンショックって言われるわけですけど、リーマンブラザーズはですね、仕組み債とか、クレジットデフォルトスワップ CDS ですね、とかその関連の保険商品とか、あと再保険っていうのも、まあ、すごくややこしいんですけど、そういろんな金融商品を持ってたんですけど、それどころではないほどの超絶な規模のデリバティブは今回問題になっているということです。なるほど、ね、つまりリーマンブラザーズの時は CDS とかあと再保険とかっていう一部の金融商品だけの話だったんですけど、この LCH クリアネットは全デリバティブですからね。それを含む全デリバティブ、一番階層の一番上のところの問題になっていると、だからざっくり言ってもリーマンショックの100倍上の規模になっているということですね。つまり世界が終わっていくということです。これはあれやな、超絶に稼げる時でもあるよな。まあ、逆に言うとです、そういうことでしょ。ただどうやったらいいんや、いつやタイミングやで。なのでね、こんなにも超重要な話なのは日本で全くというかほぼ報じられてないでしょ。LCH クリアネット問題。LCH クリアネット問題なんか聞いたことないわ。日経新聞でもほとんど書いてないですからね。というか LCH クリアネットって初めて聞いた人がまあほとんどだと思います、この十何万人いる神尾 TV の中でもね。なんか安い飛行機かと思ったの。最初聞いたえ、あれ何やった LCC です。 LCC そっちの話やったらまだいいんですけど、LCH なんだよね。そうですね、まあ、だからいかにね日本人の目が育たされてるかってことでも言えます。なぜならね、もちろん最後の最後には日本に押し付けて少しでもダメージを減らすために日本は情報流してないってことです。そうやね、もう訳が分からんうちにいつの間にか何十年の不況に入っている日本っていう風な。前回はそうでしたけどもね、今回もですね、まあさすがに今回も1兆円とか何兆円の話なんで、日本経済だけを潰しただけどうにかなる問題ないですけども、そうですね、世界不況になりますよね。まあ、ただ上の方の人たちは何とかするために日本に押し付けるためにって言っても、日本にはまだね、ゆうちょとお年寄りの大量のタンス預金がありますから、ね、ここで何とか傷を癒せますから、傷をねちょびっと、ね、ちょびっとだけ狙ってるとも言えますよね。なるほど、こんだけ日本に流れないっていうのはね。じゃあ話を戻しまして、このようにですね、LCH クリアネットっていうたった一つの企業によって世界の命運が10月31日に決まるってことです。うまいな。で、EU はですね、一応 EU 側はね、EU 側は南富さんがおっしゃったように EU 側としては、イギリスが10月末に合意なき離脱で離脱した場合でも、この LCH クリアネットについては一応来年3月までは同等性評価に基づいて、ユーロ建てのデリバティブの生産は OK という方針にしています。まあ何やん、10月30日にちゃうやん。ただですね、株、それはデリバティブ、ユーロ建てのデリバティブに関しては LCH を3月まで使ってもいいよって言ってるんですけど、株とか債券の現物ですね、これは EU の現在のルール下にあるやつは、まあ、そういう仕切ってる投資銀行業務とかに関しては同等性評価を与えないということになっているので、合意なき離脱となった場合はユーロ建ての株式とかはね、EU 内で取引しなければならないという方針を下しています。ほう、つまりデリバティブだけ特例で許しているというのが本音なんですよ。で、すでにですね、そのアクシスとかターゴイズとか COBC グローバルマーケットっていう、まあ、今までロンドンシティにあったとこはその株式は EU がもう、ロンドンでやったらあかんって言ってるんで、 EU 内にどんどん支店は取引を移して、作ったりしてるんですけども、アムステルダムとかパリとかにも、まあ、上場している証券を使えるようにするように拠点を作ってるんですけども、この合意なき離脱になってくるとですね、
今一応だから EU 側としては LCA とそういうふうに株式とかは債券はもう EU でやらなあかんと、うん、こういうな気がつなったらでも LCH だけは特例で3月までやりますよって言ってるんですけど、うん、もうこれ完全に合意なき離脱で完全に喧嘩和解になった場合はですね、うん、当然 EU も態度より厳しくなった時に同等性、うん、さっき言ったように同等性評価に基づいて LCH クリアンテだけ特例してるんですけど同等性評価与えないっていう動きも出てくる可能性があるってことです EU から EU からそうなると LCH の一時的な延長さえ見直される可能性全然あるということですねっていう声もありますだから EU の中にもねあ多数は LCH だけ特例で認めるっていうのはそれだけ これが大問題ということの証ですけど それさえもういらんとなるほど EU でやろうという動きもあるということですねなるほどね結局どうなんのでもちろんですねデリバティブの生産期間は EU 内にもあります、はい、例えば、ドイツではドイツ証券取引所グループの中には、うん、ユーレックスっていう大きいのがあるんですけど、うん、そこでええやんまあ、それもありますしあとですねその生産拠点ねさっき言ったように生産はめちゃくちゃ儲かるんで、うん、めっちゃ儲かるんで、EU 内に取り込もうじゃないかという動きもしてあります、うんうん、だから逆に EU 側としては EU にある金融機関が LCH 使わんともうこ LCH につながらせないという動きもあります、はいはいはい、だからそれでいいじゃないうちでこっちでやった方が儲かるから、うん、やった方がいいやった方がいいということですね、うん、日本も実はその動きがありますあそうなんだ、はい、日本取引所グループ JPX ってとこのグループに日本証券クリアリング機構、うん、JSCC ってとこあるんですけどここも生産やっているんですよ、うん、でここはですね今までずっと日本語やってたんですけど、うん、これチャンスと見て英語の契約書作ったりとか英語で情報発信したりとか、うんうんイギリスのバークレーズとかにも協力を得て取り込もうという動きも出てます、うん、だから儲かるからね何回も言いますけどチラシ出しといたポスティングしてメール送ってお手紙書いたりしてで円金利のスワップ取引に関してはですね、うん、実際ここがシェア世界シェア6割ですまあ円です円だ日本の企業で円やからね6割、うんうんうん、ね残り4割 LCH なんですようんすごいですよだから日本円やのに LCH が4割取っているんですよ、うん、へえだから LCH はいかに強いかってことですよね額が多いかってことですねそういうことでかい一個一個の額がでかいな、ねうん、円なのに 40% は LCH クリアネットロンドンシティに取られてる、うん、円建てのデリバティブなのに、うん、日本は6割しか持ってまあ6割持ってるけど日本円やから円なんですからねっていうことですまあ、一応ここの JSCC もその英語強化したりとかして一応顧客サポートも力を入れていって海外の利用顧客はですねこの2年で10倍に増えてますあそうなんですね、はい、ええやん一応なんとかやっていきたいええ感じやな、うん、うんうんうんやろやろでとはいえですね、うん、ここから先ほど言った七福さんのご質問への回答にもあるんですけ ど, おどうなの前回ご紹介したようにですねロンドンシティっていうところは世界の支配者のお金を運用している天竜人のお金を使っているんでそんな似てたっけ、うん、そんなんで俺はあかんと思うだからねそう簡単にですね、うん、このデリバティブの生産期間を変えるのは難しいわけですあそんな単純な話じゃないですだからあうちでやってたやないかとでしかも今 LCH クリアネットと EU の金融機関の契約があるからね、うん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 、この契約を破棄してEU 内に戻すっていうのは難しい新規やったらできますよね、うんうんうん、当たり前やけど今既存の契約はどうするのか、うん、でさっきロンドンイングランド銀行やったのに数1件ぐらいはあるし、うん、そのうち6000兆円ピンチだというわけなんですこっちはもう LCH 使うしかないわけですよえもう生産する場所まで決まってるの、うん、ああそうシティで、まあ、もちろんシティ以外にしようとできなくはないけどもロンドン シティは権力者が持ってるしうん、早々に変えるのも難しいわけですね。なるほど、なるほど。だからこそですね、EU 離脱が決まってもう3年経つんですけどね、うんうんうん、国民投票を行ってから、うん、何一つ解決しないってことです。まあ、シティと EU 側の綱引き、戦いがずっと行われてるわけです。うん、それの中心にいるのが LCH クリアネットっていうことですね。これどうすんのと。どうすんのと。ロンドンシティ側は当然、すごいって言うけど手数料高くするでって例えば言いますよね、うん、今まで EU 内の我慢してきたけど、うん、もっとイギリスのルールで動くぞと、うん、で EU としてはそんなの許せないと、うん、だからうちで作ろうじゃないかとでもちょっとそれもちょっとなと、うん、怖い人おるし怖い人おるしそうだとなってなってる、うん、で3年経って何一つ解決してないってことです、うん、だから暫定的に3月まで延ばすっていうことは一応動いてるってことですねそんな中でですね先月9月に
実はですね、はい、めちゃくちゃ大きな動きがありました。そうなんだ。これ全く日本で報じられてないですけども、はい、2019年9月にはですね、このブレグジット直前に迫る、中でですね、LCH、今言っている LCH クリアネットの親会社は、ロンドン証券取引所ですね、うん、LSE ですけど、LSE に対して、LSE に対してですね、香港証券取引所から買収が提案されています。つまり中国はイギリスを買収すると。イギリスの証券取引所を、香港の証券取引所は買っていいよっていう打診があったんです。マジで？はい。買っていいの？イギリスを中国が買おうとしてると。ほう。いう動きが今出てます。マジで？ LCH クリアネットごと中国が買さらおうと。すっごいじゃん。うん、やるね、中国。大ニュースでしょ？大ニュースだね。日本でしたら報じられてないですけど。うん。は、う、い、ん、中国？中国買える？ね。買える？買えますよ。うん。すっごいね。ああ、なるほどなるほど、うんうん、だから中国も分かってるわけですね、 LCH くらないと美味しいと、うん、問題問題になってるやろ、うんうんうん、シャンクスのようにですね、 EU とイギリスのシティの間に入って、うんうん、シャンクスのこの戦争を止める気だと、うん、やってきたのは実は中国やったと、かっこいいとこかっこいいとこ来たけど中国やった、もっとひどいことになりそうな気がする、うん、もちろんこれはあくまで提案しただけなので決定では全然ない、まだこれからですけど、そういう動きもあったということですね。あ、そう、だ中国が、まあ、前回前々回も言いましたけど、ほとんどイギリスと中国に買われてますけど、大元も狙ってきているということですね。今狙ってきているというか、うん、え、買っていいですよって言い出したのはイギリスの方なんですか？買いたいって言ったのは香港の方です。あ、香港が言ったの、うん、はい、まあまあニュアンスとしては、え、買ってもええけどみたいな、買ったろかみたいな、うん、え、そんなもんってやったら買ったろかみたいな、うん、なるほどなるほど、うん、っていうことね。へ、その前にイギリス証券取引所とドイツ証券取引所の合併が話があったんですけど、うんうんうん、これ結局仲悪くなって破棄になっちゃった、はいはい、まあ破棄というかなくなっちゃったんで、うん、その合併したらね、 LCH クレネットも EU に入るじゃないですか、うん、だから問題なくなったはずだったんですけど、やっぱり喧嘩分かれちゃったんで、シティと EU 側の喧嘩でね、そこに颯爽と香港証券取引所が現れ、うん、ここみたいな、へ、っていう動き。そんな金持ってるんですね、うん、ほう、なんで中国本体で買わへんのよな。それはそれでちょっと問題が出る。問題なんや、うん、うーん、まあ、うん、まあまあまあ、イギリスのな、もともとイギリス領やったし、うん、香港はそのあれやしみたいな感じで、まあ、HSBC グループって世界最大の金融グループですからね、うんうんうん、一番お金持ってますから。そうですね、買えますからね、うん、そういうことですね。コートやね。まあ、この辺のですね、イギリス中国アメリカのね、本当の関係についてはまたどっかでお話します。常識プラスでやります、ね。一番消えると思うけど。いやいや、うん、あの、表の話をさらっといきます。というわけでちょっと長くなったんですけど、もう少しだけ裏話しておくとですね、うんうん、この世界規模でですね、6兆円のデリバティブをですね、うん、じゃあ世界の政府とか、中央銀行はどのようにリスク管理して、実際どのように処理していくのかというお話に入りたいんですけど、基本的にはですね、金利を下げる、つまり債券価格が上がりますよね、はい、で、株価が上がるような環境を作っておいて、その間に処理しておこうっていうのが今の中央銀行のスタンスです。というのもですね、実際にその異常な金融緩和とか、株価が上がる時っていうのは、誰かがですね、巨額なリスク損失から逃れるために、そのポジションを解消できるところまで操作する、コントロールするっていうのが、実は今の金融市場の裏側なんですよ。うーん、歴史というかパターンですか、最近のパターン。じゃあ株価を上げて、その損出てる債券とかを決済して、その補填をするということですか。そういうことです、そういうことです。なるほどね。だから大手の金融機関を生かしていくっていうのをみんなでやっているってことですね。だから長期金利を下げていって、その超巨大爆弾をなんとか処理していこうっていうのが、今中央銀行とか、国際金融市場のスタンスですね。もちろんそれがうまくいくとは限らなくて、その間にちっちゃい爆発が起こって連鎖爆発することも全然あるんですけど、それリーマンショックだったわけですけど、うん、リーマンショックはそれ失敗してますからね、うんうんうん、リーマンショックの時は AIG っていう、まあ、代表的に言うと AIG っていう、証券会社が CDS をのプットを買いまくってて、それでめっちゃ儲けて、爆弾処理してたんですけど、最終的に失敗してしまって、どう失敗したんですか、それ。買いまくって利益出たらいいやん。
でリーマンブラザーズが破綻したことによって株価全部下がっちゃったから大失敗したんですよ。それはこのもちろんそんなにうまくいくわけないし、何度も言いますけどそういう金融機関の足並みが揃ってるわけじゃないんでね、誰かどっかでちょっと裏切ったら爆発して誘発されて大爆発するということですからね。でこの状況ですね、実は今と全く同じなんですよ、だって今世界は金利下げてます、株価は上がってます、債券もバブルです、まあね、ってことは2019年全体に見たら株価は上がってます、ってことはですね、今現在債券デリバティブの爆弾処理が金融界の裏の裏の裏の側で行われているかもしれない。なるほど、まあそうとしか思えなくなってきたな、っていうことですよね。なもうぐい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 株価上げて、そっからの暴落っていうあのパターンですね、逆イールド。そうそうそう、ご説明した、だからこの撮影日現在で言ったら謎の日経平均爆上げ、爆上げ、怪しいですよね。まあ、一応米中貿易戦争がちょっと落ち着いたからとか謎の言い訳をされてますけど、ありますあります、それしかないと。つまりこれはですね、ババ抜きなんです。ババ抜きだ、金融ババ抜きなんです、はあ、つまり最後に誰かが大損することになるわけです。日本だ。そう、なぜなら日本は CLO を大量に買っております、ソフトバンク投資失敗しました。しましたね。ソフトバンク言いましたけど、ソフトバンクビジョンファンドあるのはロンドンシティです、シティだ、シティにあります本社はね。ソフトバンクなのに、アメリカでも日本でもなくロンドンシティになります本社ね、日銀 ETF 買いまくってます。買ってるね、だんだんつながっていきましたね。あれその ETF ってあれそのデリバティブ、あその株がね、株やんね、まあというわけでですね、金融ババ抜きで日本がいつも最後ババ引かされるので、その準備が着々と進んでいると、僕は妄想しているだけです。まあただのドラマの話です。ドラマの話。嫌なドラマだね。まあまたね、なんでじゃあ日本がいつも最後ババ引かされるのかっていう裏話はですね、またどっかでいつかお送りしようと思います。そんなせんでいい。それはもうみんな各自調べよう。まあ、ちなみにちょっと最後にもうちょっとだけ話しておくとですね、この今言ったようにだから LCH でクリアネットはもう最大の今世界が抱える最大のリスクです、間違いなくね、直近でね、直近で言ったらね、というかまあ今後もですけどね、 EU が、まあ、もちろんもう一回言いますけど、もう一回言うっていうかいつも言ってますけど、イギリスと EU がお互いを尊敬し合い、愛と調和を持って、愛と調和を持ち、感謝の気持ちを持ち、冷静に話し合い、イライラしても怒ることなく譲り合う精神で、ね、大人の心で、広い心で話し合ってちゃんと条件を結べばこの問題は何も起こりません、一切起こりません。これからも LCH クリアネットをみんな使い、今まで通り進みます、だから話し合い次第ですけどね、簡単な話ですね、人類が試されているってことだよね文明レベルが試されているってことやで、でその LCH クリアネット問題以外に実はもう一つだけですね、このデリバティブのに関わるブレグジットに関わる金融危機につながる大問題があります、まだあるの、はい、実はですねこれイギリスの保険会社が EU 内で販売している保険の問題なんですよ、っていうのもですね、こちらも同じようにですね、デリバティブの生産と同じようにイギリスが EU を離脱した場合、今まで EU の一般市民向けに販売してきた保険契約の扱いをどうするのか、っていうことも何も決まってないです。これもイングランド銀行の調査によると、中央銀行ね、イングランド銀行の調査によると、イギリスの保険会社が EU の市民向けに売った契約のうち合意なき離脱になった場合は約900万件の保険契約に問題が発生すると言っております。なんでだからどうするか決まってないから、国が変わっただけで、中ブラインその通りやってやという、消費者から見たら思うやん、まあ、そういう多分細かいちっちゃい字で何か書いてあるんでしょうね、いろいろと保険だから、だからもうイギリスの中央銀行が言ってますからね。あ、そう、その辺の調査機関でもなく、お上が言ってますから、お上の中のお上が言ってますからね、900万件の保険がどうなのか分からないと。実際はそしたらもっとひどいってやつやね、多分。ああ、まあそうですね、まあさすがに山本さんがおっしゃったのは保険なんでね、ここが問題になる可能性かなり低いですけども、まあ、一応保険からの金融危機もありえなくはない話なんで、ちょっとこれは
しかも、まあ、世界で株式持っている一番持っている保険会社ですからね、うんうんうん、なのでその辺もまたちょっと引き続き詳細が分かり次第、増幅法が分かり次第お伝えしていきたいと思っております。ここもまだ何も決まってないので、まあ、ちょっとどうなのか分からないところですね、うんうんうん、だとりあえずですね、ブレグジットの本当に超絶なやばい話というか超怖い話は、うん、合意なき離脱になれば6兆円とも言われているデリバティブ市場が大混乱に陥って崩れるかもしれない、崩壊するかもしれない、そしてドイツ銀行もやられ、うん、CDS も連鎖破綻して世界が終わるという一点に究極的に絞られるということです。やな、神尾 TV もどうするか決めとこなかったなどういうことですか。いやもう、うん、チャンネルとか続けられんかもしれん、まあ、YouTube はなくなるかもしれない、ね、そう、うん、ね、うん、その時はね、大阪の淀川ら辺でやってるんで見に来てください。河川敷でやってるんで見に来てくださいリアルの場でお届けしますというわけでですね、プロの投資家、はい、トレーダーとしては当然のことですね、もうこれは最終的には投資しているとか投資してないに関わらず、うん、日本人全員巻き込まれる話です。ですからこの問題知っておかないと超やばい話なので、今後も続報はどんどんお伝えしていきたいと思います、はい、何かですね大きな動きが、まあ、ちょっとでもチラ見えでもしたらですね、すぐに神尾の LINE アットで最新情報を送るようにしますので登録しておいてください。ぜひぜひお願いします。あります。僕はね、平均的な普通の人より情報をかなり早く入手できますんで、まあ、自分の資産を守りたい方は絶対に登録しておくことをお勧めしたいと思います。お願いします。というわけでですね、長くお伝えしてきましたけども、まあ、ブレグジットは一応軽くだけ復習しておくと、うん、イギリスが合意なき離脱した場合はイギリス経済はリーマンショック以上の経済マイナスになると、うん、が表の理由、はい、もうそして超絶な裏話の一つ目が、ロンドンシティ問題があると、うん、ロンドンシティが世界のお金をほとんど、扱っていると、何かと話題のソフトバンクビジョンファンドもロンドンシティにあると、うん、いうことですし、まあ、そういうふうにですね、ロンドンシティを通さない、逆に言うとですね、まあ、アメリカもとか、まあ、世界中投資してますけど、基本的にはアジアとか中東とかアフリカとかにお金投資するときはですね、ロンドンシティを通さない投資できないようになってますから、うんうんうん、このロンドンシティ問題も抱えていると、うん、そしてその中でも一番やばいのは今回お伝えした LCH クリアネットがどうなるかということですね、うん、ここは生産をどうするかですね、ここが EU 側から見たときに今まで通り使えるのかどうかが一番大きなものになっているということでございます、うん、なのでブレグジットっていうのはただのイギリスが EU 離脱するしないっていう、まあ、日本人にとっては別に関係ない話でも全然なく、めちゃくちゃ大きな話ということになっております、まあね、世界を巻き込む話ですね、はい、うん、この神の TV でお伝えしてきた、まあ、ドイツ銀行はじめ全てに関わっていく話、もう大元の親玉ですからね、このレイバディというのは、うん、なのでこれもお伝えしていきたいと思いますので、うん、ぜひ見逃さないためにもチャンネル登録のお願いいたします。昼間がトライアンドボタンをお願いします。いいねボタン、高評価ボタンもよろしくお願いいたします。皆さん高評価をしていただくと、この動画 YouTube で拡散され、この大事な話、どこでも日本に誰も言ってないような話をですね、より多くの方に届けすることができますので、ぜひあなたの力をお貸してください。お願いします。あと動画説明欄の方にこの動画に関する説明を書いておきますので、復習の意味を込めてぜひ一度見てみてください。それでは今回も見ていただきましてありがとうございました。